ここまで実際にシーンに合わせた e ラーニング教材の利用例をデモンストレーションを交えて行ってきましたが最後に e ラーニング教材を受講した後はということで e ラーニング教材を受講した後に役に立つ情報について簡単に紹介させていただきます e ラーニング教材を受講した後ですがぜひこちらのウェブサイトですねマトラボを使うときに役に立つ情報やリンクが集約されているサイトにアクセスしていただきたらと思っております このサイトですけども、m a t l a b m a s s w o r k s c o m というアドレスを入れていただくとアクセスすることができます。実はここにはですね、m a t l a b を使うときに役立つ情報がかなり集約されています。このサイトにアクセスすると、m a t l a b オンラインをすぐに開いたりすることもできますし、m a t l a b をインストールするという画面もすぐに出てきます。また、使用したいファイルをすぐに m a t l a b オンライン上ですぐに起動させたいというときは、ここにですね、最近、 使用したファイルというのが表示されますので、すぐにアクセスすることができます。また、役に立つ情報として、この左の部分にヘルプに関するものがいくつか表示されております。例えば、このドキュメンテーションやファイルエクスチェンジというところからは、実際に扱いたい分野に関するサンプルファイルや公開されているファイルにすぐにアクセスすることができます。また トラボアンサーズやビデオというところからは使い方に困った時にユーザーコミュニティに実際に質問を聞いてみたりまた過去のウェブセミナーから使い方を学ぶということも可能ですこういったヘルプの資料を活用しながらマトラボを使ってご自身のやりたいことをどんどん実現させていくということができるかと思います また特定分野におけるマトラボの使い方に関するショートビデオというのを YouTube でも公開しております。このようなビデオを活用していただくと今後マトラボを使って専門分野でご自身がやりたいことを実現していくというところで役に立つのではないかと思います。それでは最後にこちらのセミナーのまとめをしていきたいと思います。 トラボの e ラーニング教材とはということで、ブラウザ上で実際に手を動かしながら取り組むことができる自動化された成功判定とフィードバック機能を持つすぐに使える実践的な教材というのを本日デモンストレーションなどを交えて説明させていただきました。まずトラボアカデミーで Web 検索するとこの e ラーニング教材を見つけることができます。実際に30種類以上の教材がありますので、まずはご自身が興味あるものを触ってみるということをぜひしていただきたいなと思っております。 その次に実際の授業事例やデモンストレーションを交えて、ンに合わせた e ラーニング教材の利用例というのを紹介してきました。今回はこの4つのケースについて説明してまいりました。 実際にこれらのシーンに合わせて入門教材や発展的な教材をどのように活用すればいいかというのをデモンストレーションを通じて説明させていただき最後は受講者の方がどれだけ習熟したかという進捗度を確認するということを講師側でできるような機能の紹介をいたしました。 最後に e-learning 教材を受講した後はということで mattorabo.mathworks.com にぜひアクセスしていただきたいと思います。こちらからすぐにブラウザ上で起動できる m a t t r a b o というところにもすぐアクセスできますし、またサンプルファイル、チュートリアルビデオなどのヘルプ資料などにもアクセスできるアクセスポイントとしてのサイトとして使っていただけるため、ぜひ今後 m a t t r a b o を使う際にこちらのサイトを使っていただきたいと思います。 これから次の学期に向けて授業の準備をされる際に、これらの e ラーニング教材を使って授業の運営の効率化、学生さんへの演習を増やすといったことなどにぜひ教材を活用いただけますと幸いです。では本日はありがとうございました。